ってきた。もしもし。もしもし。あ、みーちゃんごめんなさい。こんばんは。コメントくれたから、はい、スカイプかけちゃいました。そうなんですね。ちなみに生放送中です。あ、そうなんですか。みーちゃん、そう。大丈夫ですか、時間。私ですか、今あの、みんなにコメントを返そうとしてて。めっちゃ邪魔した。ごめんなさい。いえ、はいはい。ちょっとまた今度の方がいいですよね。今からちょっといろいろやろうかなってしてました。ですよね。ごめんなさい。また機会があれば、ありがとうございます。コメントありがとうございましたというのを生で伝えてみました。何、星空してたんですか？星空の生放送をしてました。あ、本当ですか？うん。ビルダーズ2楽しみですね。楽しみですね。やりたいです。じゃあやろう、みーちゃん。ああ、やりましょう、ぜひ。マルチ。なんかマルチもあるらしいですよ。ああ、ビルダーズのですね。うんうんうん。あの、みんなで集まって建築できるんですよね。うん、これ面白いでしょ、やったら。なんか飛んでますもんね。風のマントで飛べるらしいね。なんかすごい裏でなんかひょこひょこ聞こえてますけど、あ、生放送の多分棒読みがみーちゃんの方に聞こえちゃってるんだわ。え、この私の声もですか？うん。みーちゃんの声が生放送に流れております。ちょっと待って。あの、エンジェルボイスが流れちゃってるよ。あの、照れくさいので。いやいやいや、もう一回じゃあ照れくさいのでって言ってもらっていいですか？いやです、絶対エコーかけるでしょ。バレた。バレた。その後放送コラボして大丈夫でした？はい、大丈夫でした。ちょっとびっくりしたけど、出来上がったものを見させてもらってエコーがすごいかかってて、あ、こんな感じなんだって思って。完璧だったじゃないですか。だからこの間あの、みーちゃんのあのエコーかかってるとこだけ音声取ってきておいて永久保存版に保存してます。やめてくださいよ。いきますよ、どうぞ。マルベルさんのイントロクイズまで3322119。ちょっと待って、またなんかおしゃべりやりましょう。いや、ビルダーズも ね出たらやりましょう。やりたいですね。うん、みーちゃんありがとうございました。なんか聞こえてる、いっぱい。みーちゃんのエンジェルボイス聞きながら癒されたいなと思ってた。もう突然すぎてびっくりですよ。いや、もう突然だから面白いじゃないですか、こういうのは。もうコメントしたから、あの、なんかまた遊びましょうってお約束かなとか思ったら。いや、もうコメントしてくれたから、もう、あ、もうみーちゃんありがとうって。ペロペロじゃないですか。ありがとうって伝えたかったっていう。オメガと戯れてるんですかね。オメガね、もう終わった、今。あ、終わったんですか、うん、とりあえずマルチは全部やって、あとソロは後でやる感じで。いや、頑張ってください。私も頑張らないといけないけど。え、でも今日もあれでしょ、募集してたでしょ。はい、伝説級でみんなと遊んだんですけど、うん、ソロがもう怖くていけないから。行きましょうよ。そうですね。でもあの、うん、ヒュンケルのアクセサリーずっとつけてます。お、あれかなり便利ですよね。うん、その後やっぱ星ドラ動画ちょっと反応良くなったんじゃないですか。あ、そうですね。なんか、うん、マルベリーさんの動画を見てくださってる方とかから、うん、友達になってくださいって来たり、コメントとかも来たりして、すごい嬉しかったです。それちょっとね、ごめんなさい、あの、それは私から謝っておきます。みーちゃんみーちゃんみたいなさ、普段おじさんの声しか聞いてないマルベリー放送を見てる人たちが狼のごとく飢えてみーちゃん放送に流れてるっていう。いや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 、もう嬉しかったですよ。なんかみーちゃんがマルチ募集とかツイッターでやったら、おあれこそはみたいな感じでこう、ね、本来であればみーちゃんの放送見てるね、リスナーさんがいっぱい入ってくれればいいのに、あのコラボ以来からマルベリーチャンネル見てる会話のやつらがこうダダ流れしちゃって、みーちゃんが困っちゃってそんなことないですよ。もうめっちゃいい人たちばっかりで。そうですね、いい人だっていう保証はします。ね、うん、いい人ですね。アドバイスとかもくださるし。ああ、余計なアドバイスする人はあんまいい人じゃないですね。え？いや、でも星ドラやってる人みんないい人たちだから。そんなことないよ、みーちゃん。騙されちゃいけない。そうだ、今酔っ払ってるんですよね。酔っ払ってないですよ。あれ？いや、酔っ払ってます。お酒飲んでるんですよね。お酒は飲んでます。もうコラボとかはされないんですか？みーちゃんの後に3人目予定してた人がちょっとスケジュール合わなくなっちゃってるんですよ。ああ、そうなんですね。
だからもう次また今度みーちゃん呼ぼうかな。それはちょっと突然ですね。でもあのビルダーズ出たらもっともっと遊べる輪が広がりますよね。でもみーちゃんと遊ぶよ。マハポーシャさんは遊ばないんですか？なんかね、マハポーシャさんって一緒にやるの好きくないらしいんだよね。確かビルダーズされてますよね。そうだから過去あのマハさんとじゃビルダーズ2出たらやりましょうよって言ったらうんみたいな微妙なうんみたいな感じだったんで。でも後ろとか立てたら面白そうですよね。ね、俺みーちゃんの銅像作るわ。じゃあどんなんですか？天使の銅像あの片手に蜂蜜持たせて蜂蜜持たせる赤いシャツ着せて、うん、間違いないむしろあれみーちゃんコラボでやった時よりテンションが面白い感じに今日なってますけど。あ、今ちょっとすというかびっくりしてるから構えてなかったんですよ。あ、いいね。だからみーちゃんそっちの方がいいんじゃない？構えないパターン。あ、本当ですか？うん、もう今リスナーさんだもう発狂してるよ。みーちゃんうひゃーっつっていやもうやっちゃってくださいよ、マルチどんどんやっちゃってください。いやだからみーちゃん一緒にやろう。狼もしてくださいよ。狼今からね人狼をやろうっていう話をして。あ、そう、人狼ですね、うん、そう私はちょっと今からコメントを返していくんで。コメントを返してきてください。はい、すいません突然。また動画上げてください。 ありがとうございます。じゃあまたこれ動画に上げていいですか？ダメです。じゃあ上げないっす。すいません、ありがとうございました。はい、はい、どうもまたお願いします。はい、ということで改めまして皆さんどうもこんばんは、マルベリーでございます。生放送のとある日の出来事をちょっとご覧いただきましたが、その後ちゃんとみーちゃんには掲載休暇ね取らせていただいておりましたんでご安心ください。その後ねみーちゃんにちょっと迷惑だったかなと思って連絡してましたけど、まあ大丈夫そうでしたんで、みーちゃんからのファンサービスということでありがたく受け取っていきましょう。で今回はですね、ついにこの動画4月の6日に上がると思いますが、星のドラゴンクエスト by スキャンバトラーズ体験ツアー2018の開催が4月7日に迫ってまいりました。体験ツアーでは YouTube クリエイターのミラクルグチさん、ポゴニャンさんが出演、星ドラスペシャルステージを開催ということでございまして、もちろん過去動画でも言っておりましたが、マルベリーは残念ながら呼ばれておりません。しかしちょっとスケジュールを確認しましょう。4月7日の土曜日から8日の日曜日、1時から8時ということで、宮城県でまず1回目が開催されて、4月28から29日の 土日ですね、こちら熊本の方で開催ということで、この熊本には堀井先生が登場と言っておりまして、じゃあ宮城はどうすんだと私なんかが言ってもどうにもならないとは思うんですがまあ、どっかでご報告させていただくというふうに言っていて、まあ、ギリギリにはなってしまいましたが、明日4月7日土曜日ですね、こちらですね、宮城会場イベント1回目の12時から12時半にまず1回目のスペシャルステージ、そして15時から15時半のスペシャルステージということなので、この15時15時半になんとか、スケジュールを間に合わせたいなと思っておりまして、ここに出没するかもしれません。まあ明日4月7日はね、マルベリーのツイッターの方でちょっと状況とか報告させていただければなと思ってますんで、皆さんもぜひご来場いただける方は、会場にいれば私この T シャツ多分着ていくと思うので、この T シャツが目印でございます。これ着てるやつが本物のマルベリー偽物いんのかって話ですけど、過去にそんな話もあったなんていうのはね、まあさておきということで、明日皆さんにお会いできるチャンスがあるかなと思いますんで、ご来場の方はよろしくお願いします。であとですね、今回は過去も一応グッズのプレゼントみたいのがあったみたいなんですけど、なんか今回豪華っぽくないですか？私このスライムティッシュケースみたいなやつ欲しいんですけどこんなグッズももらえるということで、 MC はおなじみもう千秋さんでございますね。そしてグッチさん、ポゴニャンさんもいらっしゃるということで、また久しぶりにお会いしたいなと思ってます。まあもちろん市村さんにもね、お話ししていきたいなと思っておりますんで、また行ってみてね、会場どんな雰囲気だったのかみたいなのは動画でご報告できればなと思っておりますんで、そちらもご期待いただければと思います。ということで今回はちょっとショート動画っていう形になりますが、この辺でお別れとさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。